ジギースターダストツアーは、イギリスのミュージシャンであるデビッド・ボーイが1972年から1973年にかけていったアルバム、ハンキードリーとジギースターダストとアラジンセインのリリースに伴うコンサートツアー。このツアーにてボーイは架空のロックスター、ジギースターダストを演じ、バックバンドのザ・スパイダーズ、フロム・マーズと共に、イギリス、 アメリカ合衆国、日本を回り、ツアー最終日の1973年7月3日、ロンドンのハマースミスオーデオン公演で、このショーは、ツアーの最終日というだけでなく、私たちの最後のショーでもあると発言し、ジギーとザ・スパイダー、フロム・マーズとしての引退宣言をしたが、世間には、ボーイ自身が引退したと解釈され、メディアの注目を集めた。 ツアー最終日のロンドン公演は撮影されて1983年に映画ジギースターダストとして公開され、サウンドトラックジギースターダストザモーションピクチャーもリリースされた。また、1984年にはホームビデオとしてもリリースされた。1972年10月20日のサンタモニカ公演の録音はライブサンタモニカ72として2008年にリリースされた。 これは1973年7月3日に、イングランドのロンドンで行われたライブのセットリストであり、ツアー期間中のすべてのセットリストを表すものではない。公共局第9番、合唱第4楽章君の意志のままに、ジギースターダストアの男を注意しろ、フリークラウドから来たワイルドな瞳の少年すべての、 若き野郎ども言うプリティシングスガツ世界の白チェンジス,スペースオディティ前でスウィリアムテル除極機の触れた男優時間延軌道の幅よりをぶっ飛ばせサフラージェットシティホワイトライトホワイトヒートジーンジニーラブミードアラウンドア,ンドアラウンドロックンロールの自殺者スペースオディティから世界を売った男からハンキードリーからジギースターダストからアラジンセインから その他の曲デビッドボーイ1972から1 9 7 3 g ースターダストツアーデビッドバウワールド NL ありがとうございます。